テレビ東京と日本経済新聞社が実施した2月の世論調査で、岸田内閣への支持率は43%でした。前回の調査から4ポイント上昇です。この調査はご覧の方法で行ったものです。岸田内閣を支持するかどうか聞いたところ、支持するとの答えは43%です。 1>, 1月の調査から4ポイントのプラスで2ヶ月連続上昇となりました一方、支持しないは5ポイント低下の49%でした政府は日銀の次の総裁に上田和夫氏を起用する方針を固めました上田氏の起用を評価するかどうか聞いたところ評価するが48%、評価しないが18%でした 日銀が金融緩和を続けるべきかどうかについては、続けるべきと続けるべきではないが、ともに39%となりました。ロシアによるウクライナ侵攻から1年となりました。日本がウクライナへの支援をさらに強化すべきかどうか聞いたところ、強化すべきが66%、強化する必要はないが26%でした。